すごいぞ中国、すごいぞ中国第1回だね、はい、ということはこのヘルメットはどこ製？中国製。中国製だよね。中国製の証明はどこにあるんだろう。多分これ中国の会社名、会社名だねかな。でも漢字難しすぎてね、なんとか工事っていうのは会社ってことだよね、それね、うん、それ多分会社出品。中国は共産党だからこの会社以外にもいろんな人が作ってて518番目。それは型番でしょ。違う、ここが518番目の製品。518号だね、それね、うん、このヘルメットが518種類あるってことですか。あ、そういうこと、はい、マジで。おお、新しいね。これ518バージョン作るとすごく大変じゃない。518色ある。あ、そういうことか。絵が500色ぐらい作るからね、これシール、シール。でもこれ1個に今ここに銀とどれ青がありますが、銀出ましたね、新しいね。銀にもシール、ま、銀にもシール。銀はちなみに何種類目なの。銀もあれ、あ、これも518ですね。どれ。あ、それも518ですね。518。先生、これどういうことですか。またバリの、バリの形が、バリの形が違う。ちなみに今バリという話題が出たんですけども、多分番組を見ている、人には何も分かんないと思うんで、ちょっとじゃあバリの説明をこうしていただきたいですね。バリの説明、やっぱりこう、ケイスケさんどうですか、あのバリを発見した男。今実名出ちゃったから。まあいいか、実名出てもな。フェイスブックも実名の時代だから。そうだよね。そうそうそう、うんうん、バリ、バリ、バリといえば前バリ、前側にバリが、やっぱ前バリだよね、これね。映るかなこれ。あ、こっちのね、あ、近づけてくれると結構今ボケてる感じで、いい感じ。この左右は違う、左右の違いか。左右がものすごい微妙にっていうレベルをはるかに超えて、でも人間工学的にやるかもしれないですよ、この左右違うんだ。素晴らしい、非対称なんだ、最初から。ケイスケ先生、コメントがいいね。実名出ちゃいましたけど、人間工学的に左右が違うということに意味があるという、ね、中国の。4000年の歴史の中でやっぱり培った、やっぱ陰陽のね。でもね、ここ以外にも、もう見えるところにね、うん、ここにもバリが。このバリ結構いいバリかな。うん、前張りっていうのも、マックものすごい指先が痛いんですけど、ね、キャブレターオーバーホールしちゃったんだよ。あ、キャブレター大体数秒がバレちゃう。キャブレターオーバーホールね、はい、日本製の、日本製ね。今日は日本製、聞いてる人見てる人もう一回言いますよって、キャブレターのオーバーホールですかね、はい、ってね、ちょっと手が黒い、手が黒いというね、国産だそうですっていうね、はい、ということで、前張り、前張りと後ろ張りがある。後ろ張りがある。後ろ張り、回転、回転後ろ張りありますね。あ、ありますね、ありますね。この見えるところにもあると思いきや、この穴はもうすでに埋まってないですか。この穴すごいですね。ちょっとそれ見せて、あのところ、この穴、なんかこれ昔のウルトラマンの口みたいです。あー、こんな形だった。形が定かじゃない。あー、反対側も、反対側もかなり来てますね。かなり来てますね。でもやっぱりこの一番後ろのこのちょっとこの爪が黒いみたいな。そもそもこれだって子供用でしょ。子供用ですね、この大きさ、うん、今これ、これだけ見るとサイズわかんない、わかんない、じゃあ人の顔で、じゃあ S とか M とかこれあるの。これ多分フリーサイズになると思います。フリーサイズすごい乱暴で、一応子供の顔ぐらいの大きさの、大きさ、なんか比較対象するものとか、これやっぱ人間の顔がいいんですかね。人間の顔、おなんか動物とかは、動物、あ、いたいたいた、こんなところにちょうどいい猫が、猫登場。すごいぞ中国。猫が一匹並べるとこのぐらい。なるほどね。あんまり説得力あるようでないような感じです。猫はこのぐらい。企画倒れでした。企画倒れ。猫じゃ行って、じゃあ猫行っていいよって言っていいって言うといかないし。あ、そこダメ、それダメ、それダメ、それダメ。そこはダメです。そこはダメです。はい、猫じゃあって。そこね、そこはケイスケ君のカバンだから実名また出ちゃいましたけど。でこれはじゃあ
サイズ、ね、猫だとわからないので、猫だとわかんないので、あの顔で、顔で、これがヘルメット、うん、だん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 こう顔出し OK、 顔出し OK ですよ、顔出し OK、 出ちゃったね顔ね、人間の顔、人間の顔じゃない、するところぐらい、キャブレターをやってた人ね、この人ね、爪がね、爪がね、頑張ってるんだよ、最近通称コオロギ君なんて呼ばれてます、コオロギ君ね、じゃあじゃあコオロギ君が、ヘルメットの大きさを証明してみましょう、はい、このジャカジャン、どう考えてもこの頭でこのサイズないですね、っていうか子供用ぐらいの大きさと、こっちから見ててもだってヘルメットより顔の方がでかいもんね、そうだよね、ところがこのヘルメットが何がすごいか、うん、何がすごいか、かぶれます、嘘、鑑賞用ですがかぶれます、鑑賞用なの、鑑賞、一応見るためにこのキャラを見てもらうためのヘルメットの鑑賞用なんですが、ね、このヘルメット、ああ、結構音するんじゃちゃんと、これね、あの音自体は結構、うん、音は一流な、一流とか言っちゃいけない、一流、いや、あの、すごいすごいよね、中国の凄さを、ね、やっぱり、あ、でも3、4、5、6段階ありますね、段階ですね、この照英新井という日本のメーカーに匹敵する、ものすごい実名が出ちゃって、この微妙な調整の、でもこのキャラクターは絶対貼らないですよね、これ、あの、ただ貼ってあるだけじゃないんですよ、それが違う、よく見ると、ここは段差がない、嘘、出るかな、ズームイン、朝、段差がないということは、あ、本当だ、これはあのシールを貼ってからクリアを拭いてる、うん、すごい、これやっぱ中国の凄さですね、ハイテクじゃないですか、はい、あの1工程増えますから普通なら金額アップです、すごい、これは元になった漫画は何なんですか、元になった漫画、どうやら中国大人気キャラクター、大人気キャラクター、あ、じゃあ元になったものはないと、ものなんではないかと、オリジナルだという話ですね、まあ中国今子供たちにこれを見せるともうドラえもんの日ではない、うん、あ、もう名前出ちゃった今ね、あ、諦めた、なんとかもんとか、なんとかランダムとか、なんかそういうランダムまあよくコピーキャラとか言われてますが、中国オリジナル、オリジナルキャラ、すごいということになってますね、さてそれじゃあ、キャラクターをもう一回見ていただいたところで、はい、このサイズの証明に入って、サイズの証明に入りましょうかね、入っちゃったね、これでっていうか乗れるかもっていうか、それちょっと思いっきり下が出てるんですけどね、いや、あのヘルメット、ジェットヘルとか、うん、あの最近ハーレー用の、うん、これハーレー用なんていうのありますから、うん、それよりは隠してますからね、鼻まで隠れてますから、うん、これこそが中国の凄さですよ、ロゴコップだよね、これね、ロゴコップ、ロゴコップさせるって感じ、ただまあ私の頭入りますから、およそ全てのお子様の頭には入るんじゃないかと、ね、こんな感じですね、あ、本当だ、すごいね、すごいですね、ロボコップ、ロボコップ、ちなみにそれ被った後にメガネとかかけられる、もちろんもちろん、マジで、それはこの今じゃ被るとこからこう、ここにまず一回置いて、キーン、ロボコップで、メガネ、うわっ、おお、左見えてますからね、ロボコップのこのぐらい、ね、ちょっと横向いてください、メガネはみ出しちゃってシールはメガネ無理かな、無理みたいですね、無理みたいですね、やっぱりやるな、うん、ただしこのヘルメットは何がすごいかって、やはり、うん、ヘルメットの機能もあるかもしれない、かもしれない、工事現場などでは非常に役に立つ一品ではないか、なるほど、この時間だよ、これ強度的にはどんなものなんですか、この強度、これがまたですね、うん、今ご覧になっているこの角度ですね、うん、この形が、まあ、オリジナルとしましょう、うん、これを、うん、こうギローンと広げていくと、そう、これ昔のなんかね、ヨーロッパ製のヘルメットこんなノーランなんてあったんですねなんかちょっと今ね、ちょっとグフとかザクとかみたいな、そういう感じもこれかもしれない、グフザクはノーラン、さっきのヘルメットと随分違う形ノーランにも似てる、ね、ノーランに似てる、ノーラン、うん、ノーラン、あ、ノーラン、これでノーラン、ノーラン、あの、これだけだと芸がないんで逆に今度ギューッと絞っていく、お、AGV、 これはね、照英かな、照英これぐらいだと、うん、AGV だともっとこの、おー、AGV、これ AGV、ちょっとこっち、ちょっと広げたぐらいが、これちょっと後ろから見せてくんだよ、後ろから見るとこれで、うん、まあ、ノーランのせるとこれで
で、これビューッと戻ってきて、今これで省エイ、省エイで、あ、で、これが AGV 省エイノーマルそれだってだんだん乗ってきたよ。で、さらにロボコップもできる、ロボコップもできると。ロボコップって決めポーズあったっけかね。ね、なんかね、特にないかも、特にこうロボットって歩いてるだけだったかと。まあ、かぶれる。俺ね、でもね、ロボコップっていうのもあるんだけどね、その銀色のやつ見てるうちにね、ズブラヤプロっていう感じがものすごく、いや、多分、うん、これはあのヘルメットの歴史を語る上で、うん、まあ、ノーラノーラ、それ個人的に省エイで、AGV とすごいね、今ノーラになった瞬間にね、ピンボケしましたからね、うん、あ、やっぱノーラン、ノーラン、それかっこいいね、結構でもノーランはザクだ、ザクだって。それちなみにそっちのブルーのやつもノーランになるんですか。これはまあ、新しい商品でございますんで、うん、こちらも当然ノーランと。あ、でもそれ下に黒いのがついてるからさ、ウィンターバージョン、これはちょっと冬場もですね、うん、まあ、観賞用としてはちょっと使い方違うかもしれないですけど、観賞用に冬場とか夏場が冬の観賞やっぱ寒いんで、うん、まあ、前から風が吹いてきたりした時にですね、ちょっとこういうあったかいが、だって干渉用だよ干渉もあったかく干渉しないと、前から風が来てもだって干渉、風が吹いても暖かい。しかもこれ、え、裏地にですね、このボア、あ、ボアが裏ボアじゃないですか。はい、あれ裏置き毛って読むの、あれ裏置き毛、裏置き毛、あれ、いや、なんか無理やり読むと力毛って読めるんだけど、ボアボアね、すごいね。ちなみにじゃあそれも言ってもらっちゃっていいですか、ね、これ冬だけではなくてですね、実はなんとこれ脱着ができます。デタッチャブル、デタッチャブル、デタッチャブル、ファスナーをブイーンと取ると、あら不思議、夏用と同じ形になりましたね。すごいね、すごいね。はい、でも個人的なこう要望言っていいですか。はい、その裏置き毛がついてるやつをつけたまま被ってみてほしい。あ、これしょうがないな。そしたら、うん、じゃあ今そこでファスナーつけてる間、をつけてる間、こちらをご覧くださいっていう、今猫がケイちゃんのカバンで爪研ぎをしちゃっている。それ気持ちいいのかな。何やってんのかにゃーなんて。ね、頑張れ。すごいぞ中国。すごいぞ中国。中国。さあ、じゃあいいでしょうか。はい。ちょっと待ってくださいね。これで観賞用なんですが、よし、ちょっと待てよ、はい、来た、すごい、なんか、あ、それなんかすごい新鮮だな。あ、これだとなんか普通じゃないですか。いや、ちょっと俺素直な意見言っていいですか。はい、ね、アワビとか取る人みたいな。アワビとか取る人。潜水兵。そう。それだってシールド下ろしてみて。これでシールド置いて。もう完璧にアワビとか取る人だよ、なんかこれ。完璧ですかね。うん。アワビ取る人。すごいな。それ、これちなみに何用？これは観賞用。観賞用だよね、これね。これかぶって誰が観賞するんだろうね。いや、鏡見ていただくとか。で、ちなみにこれ売れてんすか？これは今ですね。うん、何がすごいってインターネット販売で、インターネット売られております。すごい、だいたいこの URL、 ちょっと待って、 URL どこに、あ、これか、この URL、 URL って指先黒いんですけど、キャブレターオーバーホール人、キャブレターオーバーこの URL にアクセスしていただくと、なるほど、さらにこのヘルメットについて、うん、お聞きになれるかどうかわからないですが、うん、ご質問いただければお答えできます。なるほどね。非常に鑑賞用としてはなかなか優れたヘルメットでございます。なるほど。まあ、この URL、 URL ね、これちょっとチェックしてもらう、チェックだね、持ってます。素晴らしい。はい、じゃあ最後はじゃあこのキャラクターでお別れしましょうか。じゃかじゃん、すごいぞ中学、ボケちゃった